来月10月中旬に中山道の侍ロードと紅葉の上高地ハイキングを計画しています。ハイキングには少し軽めの靴が良いかなと、今回新品のハイキング靴を購入しました。低山の山歩きにも良い靴をと選びました。これから登山やハイキングをやろうとしている皆さんの靴選びの参考になれば幸いです。では行きましょう。皆さんこんにちは、のぶじいです。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマ、ハイキング靴の選び方、後半には靴下の紹介もありますので、ぜひ最後まで見てくださいね。体力の衰えを感じつつも、歩けるうちはひたすら山歩きを目標に過ごすのぶじいです。チャンネル登録していただけると励みになります。何卒よろしくお願いします。